はい、どうもニンニク収録ユミチャンネルのユミです。突然ですが皆さん、トップバリューご存知でしょうか？トップバリューとは、トップイコール最高、バリューイコール価値を組み合わせた造語で、圧倒的な低価格と品質を両立させたイオングループのプライベートブランドです。でこれ僕ね、今日調べて初めて知ったんですけど、トップバリューは、1994年に、誕生しまして、当時はトップバリューだったんですけど、2000年にね、トップバリューからトップバリューに変わったんですよ。皆さん知ってました？いや僕もね、ずっとトップバリューだと思ってたんですけど、これトップバリューが正解らしいです。でさらに2014年にトップバリュー、トップバリューグリーンアイ、トップバリューベストプライス、トップバリューセレクトの4つになって生まれ変わったとのことです。まあトップバリューといえばね、もう低価格で本当にコスパ最強なんですけど、そんなトップバリューからね、いいもの見つけてきましたよ。それがこちら、じゃじゃーん、トップバリューベストプライスガーリックピラフ。はい、というわけでこちらはですね、さっき言ったそのトップバリューの中でもトップバリューベストプライスのガーリックピラフになります。ちなみに皆さん覚えてるかどうかわかんないんですけど、ちょっと前にね、あのガーリックライスっていう冷凍食品もね、紹介してるんですけど、実はそれを買った時に同時にこちらも買っていました。いや、レジ打った人絶対思ったでしょうね、こいつどんだけニンニク好きなんだよって。まあでも見てくださいよ、このジャケ、もうすでに美味しそうじゃありませんか。というわけでこちらもちろんレンチンで調理できますので、早速レンチンして食べていきましょう。ユミチャンネル、はい、じゃあ早速ね、食べていこうと思うんですけど、こちら 450g 入ってますので、今日はこの半分ぐらい食べようかなと思います。でいつもねレンチンしてこうなんかスターティンとかやってるんですけど、今日はね全部すっ飛ばしていきますよ。皆さん目をしっかり見開いて見ていてください。いきますよ皆さん。はい、せーの、おー、あっという間にできました。はい、というわけでこちらはトップバリューベストプライスのガーリックピラフになります。お、てか結構お肉ゴロッと入ってたりするんですね。であとネギとか、この赤いのは多分赤ピーマンかな、人参ではなさそうですね。でも安いのに結構ね、具材ゴロゴロ入ってていい感じですね。そして、あ、ニンニクのいい匂いしますね。というわけで早速食べていきましょう。それではいただきます。それじゃあまずはこのね、お肉ゴロッとしてるとこからいっちゃいましょうかね。じゃあいただきます。あ、結構しっかりニンニク効いてる。でやっぱピラフなんで、ピラフ独特のね甘い感じもするし、このお肉もしっかりちゃんと美味しいですね。で実は僕今日このトップバリューのガーリックピラフ食べるのにちょっとねいろいろ調べてて、実はねレビューちょっと見ちゃったんですよ。そしたらなんか結構ね、このお米が結構ベチャベチャしてたりとか、あとこのお肉がなんかすごいゴムみたいな食感でまずいみたいなレビューがね結構あったんですよ。だからねちょっと不安だったんですけど、いやそんなことないよ。いやわかんない、人によって価値観って違うからさ、なんとも言えないけど、ご飯とかもそんなにベチャベチャしてるかなって感じですけどね。そんなにベチャベチャしてる感じは僕はあまり感じないかなっていう、まあこれも人によってね感じ方が違うんでね、一概になんとも言えないんですけど、お肉もそんな言うほどかなっていう。逆にゴムみたいって言ってる人はゴム食べたことあるんすかね。いや皆さん勘違いしちゃダメですよ、これ278円ですかね、めちゃくちゃ安いですから。そんな安いのにそんないい肉使ってるわけないんですよ。だから全然妥当というか、むしろ全然いいと思います。全然ありよりのありよ。いや普通に美味しいよ。なんかね分かんないですけど、僕的にレビューでなんかそういう酷評してる人ってなんかね理想が高すぎるんですよね。そんなね美味しいものを求めるんだったらちゃんと1000円とか出してお店で美味しいものを食べてくださいよって話ですよ。僕はね低価格でこの味を実現してるってことをすごく評価したいです。まあでもなんだろうな、僕は結構ね質より量を取るタイプの人間なんですけど、やっぱね量より質を取っちゃう人は向かないと思う。
いや全然マジでうまい。ただ一つだけ言わせてもらうと、やっぱりねちょっとニンニク感足りないかな。なのでこちらをトッピングしていこうと思います。セレーブライドガーリック、こいつでねニンニク感とサクサク食感をプラスしていきましょう。ささ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 、お一気にニンニクのいい香りが。じゃあフライドガーリックトッピングバージョンもいってみましょう。うん、あいいね。これがだからそのもしねそのお米のべちゃべちゃ感とかが気になる人はレンチンじゃなくて多分ねフライパンで炒めたりした方がいいのかなって思いましたね。で僕みたいにニンニク感が足りないなって人はもうフライパンで炒めてる時にもう最初からねニンニクをもう追加して作っちゃえばいいと思います。はい、それじゃあ最後の一口になりました。いただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はイオングループのプライベートブランドトップバリューベストプライスのガーリックピラフ食べてみたんですけど、マジで普通に美味しかった。結局ね今日半分食べてるんで、まあ、1袋が278円だからだいたい今日食べた分だけで、まあ、140円ぐらい安って考えたらめちゃくちゃコスパ良くないですか。今日はねもうこの一言に尽きる。コスパが良くて美味しい。今回食べたトップバリューベストプライスのガーリックピラフ、イオングループのプライベートブランドなので、もちろんイオン系列のお店に行けばほとんどのお店では多分売ってるんじゃないかと思うので、もし気になった方はぜひ買って食べてみてください。おお、てか今日すごいな、めっちゃ雷鳴ってるわ、怖っ。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。抜けた穴が高くなっちゃったんだ。